で、あと2個なんだけど、富山ブラックと和歌山ラーメン。富山最後だやっぱ。富山最後だ、うん。じゃあ和歌山の中華そば。豚骨醤油だよね。和歌山ラーメンはスープの特徴から主に醤油系と豚骨醤油系の2系統からなると言われています。後者のタイプは全国的にご当地ラーメンとして知られ、当商品でもこちらを採用します。だから豚骨醤油だね。一回和歌山の成人式俺が呼んでもらったことあるんですけど、全然受けなくてヤンキーにカツ入れられました。声荒げられそう。分かったな。とりあえず時間だけやって逃げるように帰ってきました、まあ。そこまでのニュースでやってるようなうらうらバイクでブンブンブンでここでメンチ切られるとかじゃないですよ。ただちょっといじったのかな、やんちゃな子たち。そうだっけ。そしたらダコラーってやられてシュンと割れました。おお、ちょっと結構濃いね。だけど白身もあるね。豚の匂いするわ。このナルトもなんかいいね。これ豚骨醤油和歌山。うん、ちょっといきます。うん、豚骨醤油だけど家系とはまた違うんだよな。あ、うん、あ、家系の豚骨醤油かね。うん、そうだよな。あ、違うだろうな。違う、なんだろう、もっと凝縮されてる気がする。和歌山ラーメンの方が旨味が、うん、うん、美味しい。うまいね。でも横浜家系の醤油豚骨っていうのは後からじわじわくるような味なんだよね、うんうん、でこうやっぱこう和歌山の醤油豚骨は入れた瞬間にはっきりとこう色を見せてくれるような、うん、甘みも強いんだな醤油に。うん、麺がやっぱり細麺の丸麺でプチプチしてますね。つるっとする麺でやっぱ特徴を表すのうまいな麺の。せーの、ドン。38。あ、俺も38だ。あ、俺も高得点は高得点なんだけども、やっぱ俺の流れのやっぱ醤油っつうとやっぱりあっさり系のが好きかな。うん、どっちかっつったらね、なんか俺家系よりもこっちの方がちょっと美味しく感じちゃったから家系よりこっち高めにしました。こっちの独特でやっぱ好きなのかもしれない。あとこれ慣れてねえもんね、東京だとあんまり食べる機会が少ないんで、うん、あの珍しさはあるよね。うん、へえ、これはみんなが好きなんじゃない？そうだな。うん。大丈夫今。ちょっとゲップ出た。大丈夫？あと1個だから。あります。最後な。最後。美味しく食べよう。最後これです。はい。富山ブラック。ブラック。ブラックラーメン。なんかやっぱり。これ初めて食べたのはその時大輝行ったのもう10年とかね、うん、そのぐらい前でしょ、うん、賛否両論あったんですよね。濃くて食えない、濃すぎるっていう方が多かったね、うん、みんななんか弁当箱持ってきて弁当プラスこの労働者の人がラーメンブラック頼んでこれおかずにご飯食べてたもんね、食系で。だから本当に醤油ラーメンっていうのは醤油のラーメン、なんつうの、醤油おかずラーメン、うん、うん、やっぱ濃いイメージがあるんで好きな人は好きなんでしょうけど、忘れないやつじゃん、これをいかにどうカップラーメンしたかっていうのちょっと、うん、ね、今日もニュータッチさんがスポンサーに入ってる日本放送のラジオビバリーヒルズ、我々午前中出させてもらいました。お世話になってますよニュータッチさんにね、本当に、なんか番組うまく絡んでもらえないかな。最後の最後で言ったね、うん、なんかフォローしてくれたんだよツイート、ありがとう ね、うん、やっぱそれで伸びてんだよきっと。ちょっとやっぱラーメン好きな人がそこから人がそうそう、それで見てくれてるのありがたいよ。まあ、これしか少し点数高いし今回の先週よりね、うん、これがそのブラックと言われるゆえんの出しますよ。うー黒い、牧師見てたよ。あ、ダメだ、そんなこと言っちゃいけねえよ。そんなこと言っちゃいけねえよ。そうだよ、それぐらい真っ黒。これがかなりドロッとしてるね、重たい醤油だね。ラーメンという海の中に重油が溢れたみたいな、そういう感じね。パールっていうか俺からしたらなんか間違ってコーヒーの中にラーメン入れたみたいなね。あ、色的にはな。あ、めんどくちゃいけねえって。味がよける、言いたくなる気持ちもあるけどさ。黒い、黒ですよこれ、醤油だよこれ。
でも香りはいいね。なんかそのさっき食べたほら竹岡系というか尾道系というか、うんうん、まったり醤油の香りがすんな。醤油の香りすごめんだよね。うん、木田式もそのうーんしょっぺーとかじゃなくて、うん、普通に前そうだったっけ。前食べた本物の木田式は異常にしょっぱかった食べやすい味になったよ。やっぱりカップラーメンある程度はで、スパイスがやっぱ食欲そそる感じだね。いいね、前向きな本当のことの話でしょ。うん、あのなんか急にさ、ニュータッチさんにあれしてるとかじゃなくて、気使って気使ってないよね次いただきます。おいしい、うん、あ、うんめえだよ、普通にこんな真っ黒のないよこれ、うん、麺かかれちゃうもんな、うん、でうまい醤油になってる。すごいなこの作り方。ブラックは残しつつも美味しくしてるんで、さらにみんなに好かれる我々の草に合うようにね、うん、最後、はい、ブラックラーメン、せーのドン。37点あ、35でした。ちょっと俺低めになってたね。俺全然久しぶりうわってしょっぱいの方なんか想像したから、うん、それを美味しくしてくれてたから37入ったな。だ俺は逆なんだよね、うん、やっぱ俺らも俺が食べたあの時のブラックラーメンを本当だったらもっと再現して、うわしょっぺーっていうぐらいのを実は期待しちゃったんだよな。それをまたね再現してもよかったかなと思った、うん、そのままをね。なるほど。いや食べた、いや食ったなこれ腹いっぱいだよ。何個食ったのラーメン今日来た方だから1、2、3、4、5、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11杯。あと1回30分まとめたら食える。食えねえなそれで全26種類食べましたね。はい、まあ、どうです。1位がね十文字中華そば。あ、青森でしたっけ。秋田、秋田か。あれやっぱ続けてもらったな。続けてるな。だって思うのはあれ13食目に食ってんの、うん、もう腹パンパン。今日の今とかさ、それ超えてくれるの腹パンパン状態食べて、うん、スープの瞬間にうわってなったんだよ。そうで麺だけでうわってなって、うん、圧倒的な48とか40とか95点だから、ちょっとだけ値段は高かったらしいけど、でもそれを全然気にならないぐらい美味しかったね。ちょっと雰囲気違うもんね。あのニュータッチとかマルちゃんとかと違って、少しこう手作り感のあるラーメンとか。麺もなんかうまかったんだよな、独特な麺で。ぜひね、カップラーメン好きでまだ食べたことない人はこれ食べてほしいね。うん、いやでもラーメンまだあんじゃねえか。これかな。なんかさ、ラーメン調子いいんだ。再生回数多いっすよ、ね、そんな風に俺はっきり言って思ってなかったですよ、こんな伸びるってね。すぐ行ったでしょ。こうチェックするか。3万行ったでしょ。あれ3万、うん、あれ俺だから相撲を超えられた時すげえショックでさ。何がね、実際みんな見るかっていうのも分かんないし、これからもいろいろ考えながらやってってさ、一つラーメンもいいんじゃない。とりあえず1個レギュラーがしそうですね。なんかいいの見つけた感じがちょっと新たなラーメンまた探しますんで、今度さ、十文字中華そばみたいな町おこしでやってるようなラーメンとかあったら、またちょっと俺ら、うん、チャレンジしたいんで、うん、そうね、あのご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ごちそうさまでした。Uじ工事のチャンネルの登録お願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくねってやつね。